これなるは少なびこのより狩り受けし、波の帆に乗り来たる鞘舟、常世と内世を噛み結び、いざ再び天地を開闢せん。雨の鏡の船、ヤッフー。はい、はーい、すげえ。アベンジャー内海エリセとなります。そうそう、アベンジャーなんですね。エリセが水の表現が年々綺麗になってきました。